はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時をちょいと回りました。3月の2日は木曜日でございまして、日経平均はマイナス21、動きませんね。ドル円も動きません。 136.281 と、その他特に大きな動きはなさそうですね。WTI の原油先物堅調です。ドルウォンはちょっと戻されてますね。1311ですね。まあこの辺りちょっとうにゃうにゃしてますけど、どうでしょうね。今日昼の部で、昨日夜の部で頑張りましたからね。今日昼の部でちょっと戻され気味でございます。さて本題いきましょうか。JB プレスというですね、これはなかなか面白い記事を載せるニュースメディアと言っていいんでしょうかね。2月27日月曜日、ちょっと前ですね、今週月曜日ですか、今日木曜日です。青沼陽一郎さんという方がお書きになっている記事ですね。何でも食べる中国人がパンダだけは食べない深い理由という見た目には見た目はこんなに愛らしい、だけどもしも動物園以外で遭遇したら…というサブタイトルになっています。確かにね、中国人、パンダを食べるって聞いたことありません。で、俗に言うところにですね、4本足のものなら机以外はみんな食べると、2本足のものであれば親以外はみんな食べると言われていましてですね、確かにね、ゲテモン料理いっぱいありますよね、あの中国料理で。私も割合好きですけどね、犬とか食ったことありますよ。もう20年、30年ぐらい前ですかね、上海に行った時に犬を食わしてもらいましたよ。食いましたね。いや、美味しかったよ、結構。一緒に行った子は食べませんでしたけどね、イエーっつって。東京上野動物園で生まれたジャイアントパンダのシャンシャンが所有権のある中国に返還された。その識別フィーバーぶりも中国でのパンダ事情を知れば日本人も少しは興ざめするかもしれない。その前に中国の食事情について、足が4本のものなら椅子と机、飛ぶものなら飛行機、それ以外のものなら何でも食べるという、日本足の話はできませんね。まあいいけど。食は広東にあると言われる広東省広州市に初めて入った時のことだ。あるレストランの前に深いスリットのチャイナドレスを着た若い女性がメニューを抱えて立っていた。どれでも好きなものを選んでいいのよと言って微笑むから見ると、店の入り口の脇には上下になんで横に伸びる集合住宅のような鳥小屋が設置されていて、そこには鳩やうずらといった小型の鳥からアヒルや蝶のような大型の、ガチョウのような大型の水鳥まであらゆる鳥箱が入れられていた。へぇ、蛇からタヌキ、キツネの類、イノシシ、小鹿まであらゆる野生物が生きたまま売られているといたと。これはあれですね、武漢の話ですね。広州市の話か。中でも驚かされたのが、犬や猫が四角い鉄かごの中にぎゅうぎゅうに押し込まれて大量に取引されていたことだった。日本だったら動物虐待の阻止は免れないだろうが、それでも彼らにとっては所詮は食用だ。ベンツの高級車でやってきて猫を数匹選んで麻袋に入れさせると、そのままトランクに詰めて帰っていく乗客もいた。猫食うんですか。猫まずそうですけどね。なぜかというとね、動物の肉というのは基本的に草食動物のは、食えるんですよ。肉食動物の肉なんてのは臭くて食えないらしいですね。猫、雑食ですけど、どちらかというと肉でしょう。ほんで、なんでパンダ食べないかと言いますと、パンダを食べるとね、死刑になるんです。食べないものはあるのか、ある中国人に尋ねたことがある。彼はあると答えた。それがジャイアントパンダだった。パンダだけは食べないという。なんでって、
なんでって聞いたらですね、ひょっとしたらパンダというのは食べてもいいようにまずいのではないかと考えた。歴史ある中華料理でも太刀打ちできない強烈な味がするのかと。そこで理由を尋ねると彼はこう答えた。パンダを食べると死刑になるから。いかにも権威主義国家の庶民感覚だった。それでもその権威主義によってパンダは手厚く保護されている。かつてはパンダの密漁で実際に死刑になった人もいたが、1997年以降法律が改正され、密漁者は死刑ではなく20年の懲役刑が課されることになった。中国には野生のパンダがいるんですよね。ほんの少数ですけども。で、そのパンダを取ってですね、密漁すると20年の懲役ということになりますね。で、パンダってね、僕ね、笹ばっかり食うてるかと思ったらね、そうでもないんですって。雑食性らしいですね。かつて四川省をですね、地震が襲ったことがあります。2008年ですね。その時に地元の放送局が大騒ぎして伝えたのが、パンダの保護研究施設の一部が崩壊して、そこから数頭のパンダが逃げ出したことだった。日本人の感覚からすれば、愛らしいパンダに接することができるまたとない機会で、積極的に探しに出そうなものだが、地元の人たちにとってはそれどころではなかった。パンダは人を襲うからだと書いてある。へぇ。中国語でジャイアントパンダは、大熊猫と書く。文字通り猫のような姿の熊なのだ。しかも本来は雑食で肉も食べる。人を食べることもあるという。だから見かけても近づくな、気をつけろと呼びかけていた。幸いにしてそう時間を経ずに脱走した前頭が保護されたが、それがまた速報で伝えられるほど重大な事態だった。つまり日本でね、北海道で月のワグマ暴れまってるでしょ。あれ捕まったんでしたっけ。ああいう感じなんですよ。危険なんですよ。熊と出会うという感覚ですね。日中友好の架け橋とされたパンダ、涙を流してまで別れを惜しむ日本のパンダ、それだけ愛くるしい姿に魅了されるのだろう。ただそれも遠くから眺めたり、遮断された厚い透明な壁のこちら側から覗いたりしているから許されることでもある。その正体を言ってしまえば猛獣の類だ。一線を越えてしまうと何をするかわからない。それが権威主義、それが覇権主義の中国の象徴であるというのもよくできた話だということで、この記事は終わっています。パンダ人を襲うんですね。僕別に何て言いますかね、パンダに対して、特別の思い入れがあるとかですね、わざわざ見に行こうとかって思ったことあります。1983年と言いますから、今から40年前ですか、に中国に行った時に、当時まだパンダブームでしたから、どこをやったか忘れましたけど、パンダがいる動物園に連れて行かれましたよ。そしたら、どう言いますかね、上の動物園でパンダを見ると、なんかこう、アクリル板みたいな、ガラス板かよくわかりませんけど、の向こうでしょ。もうその辺歩いてる。ただその人間の歩くところとは微妙に隔てられてるんですけども、その辺に行さんパンダが、しかもね、割と痩せてたんですよ。東京のパンダって丸々太ってるでしょ。今、でもそうですね。ほんで白いでしょ。白いとこ白いでしょ。ところが中国で見たパンダはですね、白いところがややですね、茶色く、薄茶色になっていてですね、まあちょっと汚れた感じ。ですね。ほんでその痩せていってですね、普通のその、なんていうか、猫とか熊とかが歩いてる、ちょっとデカめの猫が歩いてるという感じでしたね。中国では普通ねんなと思って。はい。で、パンダは完全に今、中国の外交の道具ですからね、ツールですから。で、日本人も好きな人いっぱいいますけど、中国という国のイメージが下がるとともにですね、パンダのイメージも下がりましたね。だから初めて日本にパンダがやってきたのは1970年代だと思うんですけど、その頃に比べればですね、今のパンダのイメージは、だいぶ落ちましたね。
どっちかというとあの悪い中国の象徴みたいなイメージさえありますね。まあなんで別にいいんですけど、パンダも実は笹だけ食ってるんじゃ時々人間も食べんねんでと、まあそういう話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。